こんにちは、ミックスの表参道店の赤塚です。表参道店の早田です。よろしくお願いします。お願いします。今日は、今乗りに乗ってるツイストパーマを実際にこのアシスタントの早田くんにかけてもらって、さらにかっこいいスタイルを作っていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。では早速やっていきましょう。濡らしていきます。割といつも強めのパーマやってるイメージあるけど、ツイストはさすがに初。ツイスト初っすね。かっこいいなって思ってましたけど、ちょっと勇気が出たよ。ついに前回結構女子受けというかモテ目線でやってったんですけど、今回はちょっと男の子が好きなかっこいいをやっていこうと思います。そう、かなり雰囲気変わりますもん。全然違う。ねじりまくります。結構毛先の方まで巻くと、かなり本当先の先までこうジリッとした感じで、それはそれでかっこいいんですけど、ちょっと飽きた時とか、ジリジリすぎてちょっと大変だと思うので、少し今日はカジュアルめな感じというか、毛先は少し外して割とシャープな感じに残してやっていきます。中間だけこうねじってかかっているような感じ。今っぽさとツイストを融合させた感じ。そうなんです。贅沢です。どっちかというとちょっと、まあ、ツイストの中ではとっつきやすいような感じにしようかなと思ってます。前髪もいっちゃいます。フロント部分も結構しっかりめにかけちゃいます。大仏。あ、そう、あ、そんな感じですかね。ツイストを自分でかけたことがある。ああ、そういうこと。あ、それはあるよ。僕もツイストパーマやってました。僕の場合は本当に街の美容室で結構こんな風にお願いしますって言って、結構適当に僕が言っちゃったんで、もう本当に数のボンバーヘッドになってそれがかっこいいのかかっこよくないのかも分からないって言って、とりあえずなったって。そう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 。でもそれもかっこいいスタイルのスタイルではあるかもね。でっかい、あ、もうジリジリになった感じ、あれもあれでかっこいいから。よし、巻き終わりました。こんな感じになってます。大仏状態。では薬をつけていきます。お願いします。いやー、かけられてる本人めっちゃ緊張します。お客さんの気持ちめっちゃわかりますけど、自分でオーダーしといて結構ドキドキするんだろうなよし、お願いします。よし、じゃこれで温めます。温めていきます。お願いします。固める薬を今度はつけていきます。お願いします。手先は外してつけてるから、すっげーこうハードにグリグリっていう感じでは今日のタイプ。手先の分ちょっとシャープさが残ってるんで、初ツイストでも割とやりやすいかも。チャレンジしやすい。チャレンジしやすい。完成しました。ピンを外して取った状態ですね。こんぐらいジリジリ濡れてるとなってます。今まとまっちゃってるんで、すごい状態ですが、流してほぐすとかっこよくなります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、いい感じに。いやー、これやばいっすね。かかってます。めっちゃかっこいいかもしれない。ちょっと濡れてる状態見せてあげてくれる。はい、今がこんな感じです。いいね。乾かすとまた違うんで、一回ドライしちゃいます。お願いします。
でももうしっかりパーマがかかってるんで、あのツイストパーマってそんなこう弱いパーマじゃないと思うんで、あのしっかり乾かしちゃって大丈夫です。フルドライで乾かすとこんな感じです。ちょっとまた近づける、はい、このツイスト感、濡れてる状態よりもちょっと飛ぶんだけど、やっぱりこう波状になってるのが分かるかなと思います。いいね、はい、で早速スタイリングしていきましょう。今日はこの L12 フリーキープワックスでやっていきます。お願いします。やっていきます。やっぱりちょっとハイダメージ施術なのもあって、髪にも少し負担がかかりやすいと思うので、髪には馴染みやすいスタイリング剤を使ってあげると一番いいと思います。だけどキープ力もきちんとある。ちょっとバッドヘアっぽいのが、そうですね、流行らせたい。いやマジやりたいですね。やりたいですね。前髪もツイストしっかりかけてるんで、ワックスも前髪までいっちゃって大丈夫です。割としっかりめに。馴染ませ終わったんで、ちょっと形整えます。整えるんですけど、そんなに整えすぎなくてもいいかもしれないです。いつもよりも結構こう楽に散らした感じが、それだけで雰囲気が出てかっこいいと思うので、しっかり馴染ませて引っかからないように少しだけ裂いてあげればもういいと思います。完成です。いやめちゃくちゃかっこいい。いやこれマジかっこいい、うん、ちょっとツイストパーマって結構ラフにでっかく作るのが、僕何回も言ってるんですけどかっこいいと思うんで、結構しっかりちょっとでかすぎるんじゃないかぐらいバーンって出して、ちょっとオーバーヘッドっぽくしちゃっていいと思います。でこのアウトラインにちょっとこのツイストのこうジリッと感が出てくれるとすごいかっこいい。で前髪はあえてちょっとこの目と目の間に少し落とすようにして、少し鬱陶しさを出すとかっこいいんじゃないかなと思います。回ろっか。あ、回そう。こんな感じです。次横でかく、で、後ろもも本当にラフで大丈夫だと思います。いつも通りここはやっぱり潰しちゃっていいのかな。でボリュームを上の方は出してあげて、そこはセオリー通りでいいと思います。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか、ハヤトさん。 ありがとうございます。ちょっと男らしい感じをね、どっちかというとモテよりかは男の方が好きな感じの、ね、男が本当は好きだっていうのは絶対あると思いますね。しちゃいました。で、結構ハイダメージ施術なので、髪に結構さっきも言ったんですけど負担が少しかかるので、そこは相談した方がいいかなと思います。あとはやっぱり特殊パーマになるので、ツイストパーマになると少しだけ料金もちょっとプラス料金かかるかもしれないんで、毛量だったり毛質によってちょっと変わってくるので、相談しながらがいいと思います。いやめちゃくちゃいい。いやこれいいですね。これプラスでも価値あると思います。間違いなく差つけますね。なんかこうモテマッシュっぽいのがこう流行ってる今だからこそ、ちょっとこう、自分らしさというか尖った感じ出したい人とかマジおすすめ、やっていきたいと思うので、ぜひ相談してください。ではオーダーお待ちしてますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。